ただいまご紹介に預かりました笹川平和財団海洋生物研究所の所長をしております砂見でございます。今日限られた時間ではございますけれども、簡単にこの我々が考える、海洋安全保障と、それから現在ですね、我々研究所の方で、立ち上げております、これに関連する事業について、その考え方について簡単にご紹介をさせていただければと思います。で、いくつかのトピックを用意しておりますが、最初にですね、ポスト冷戦期の総括ということで、国際社会、そしてそれを巡る日本ということを、念頭に、簡単にキーワードを、掲げていきたいと思います。そして、その後ですね、現代のシーパワーと海洋安全保障、それから日本の海洋安全保障政策、そして、先ほど来からもお話が上がってますけれども、自由で開かれたインド太平洋、そして新たな海洋安全保障の展開と、ここは我々現在研究所で取り組んでいる事業のケースになっているところでございます。で、今日はたくさん会場に若い学生の方々が、来ておりますし、特に女子学生もたくさん来ていると非常にありがたい、嬉しいことでございます。ぜひ皆さんからも積極的に、このパネルについてもですね、いろんなご意見やご質問していただければありがたいと思っておりますし、冒頭ご挨拶の中にありましたように、こうした問題、非常に我々研究所にとっても重要な課題だと思っております。ぜひ若い方々に関心を持っていただいて、この研究あるいはこのテーマに今後将来関わっていただけるとありがたいなという思いで、今日は皆さん有名な著名な方、先生方集まってますけれども、このパネルをやらせていただいているというふうに思っております。ですので、ちょっと駆け足にはなるんですけれども、非常に簡単に、キーワードで、簡単に話をさせていただきたいと思っています。最初 のポスト冷戦期の総括ということでございますけれども、アメリカを中心とした覇権安定というもとにおいて、先ほどの場合も話がありましたように、国際協調と枠組みというものを構築を模索しているといます。それからテロとの戦い、あるいは大規模災害の対応ということで、新たな脅威ということが拡大しています。で、これは我々の中でも伝統的安全保障から非伝統的安全保障へということで、この海洋政策というところの広い考え方が、安全保障にも非常に深く関係を持つような時代になってきているのではないか。それから先ほど来もご指摘がありましたように、新しい国の新興国の台頭ということと、それから、古いというかですね、ロシアというような国の、強権的な姿勢というようなことも、近年取り上げておりますけれども、こうした大国間競争が、また新たに生まれているのではないかということで、2017年に出されました米国の国家安全保障戦略にもですね、こうした新たな、国の、修正主義の大国ということを、指摘しているというところもあります。その中で、最近はですね、通気技術の罠ということで、これは皆さん学生の方はご存知だと思いますが、通気技術という、古代アテネのですね、歴史家が、当時ですね、海軍とかですか、当時の、覇権国であったスパルタに対して新たに海洋戦略、海洋力を持ってですね、挑戦して当てるということで、常にこの、覇権国と挑戦国の間ではこういった緊張関係が生まれると、大国の攻防という話になるんですけれども、この通気技術の罠としてですね、ハーバード大学 のグラハム・アリソン教授がですね、これを現代にも当てはめて、こういった状況っていうのは常に、覇権国と新興国、新しいパワーとの間での、衝突というのは避けられないんだというようなことでありまして、これも現在の特に米中の間で覇権争いがあるという中で、こうしたことも、世界情勢の中で言われるようになっています。で、私が学生だった、政治学でやってたんですけれども、学生だった頃、アメリカで研究した頃はですね、この大国の攻防で新興国といえば日本だったんですね。だからある意味ではそういう時代の1980年代の当時のアメリカの議論というのは常にありました。ただ相手が日本から、他の国に変わったという状況でありますけれども、この緊張関係というのはいろんな形で起きていて、おります。
その中で、先ほどですね、河野前統幕長の話もありましたように、湾岸戦争、機にですね、我が国においても、この国際秩序構築へのコミットメントというのを強化していくプロセスがずっと続いてきています。ペルシャ湾での掃海艇の派遣であったり PKO 法、それから米国同時多発テロの対応、それから自衛隊のイラク派遣、海賊対策派遣、そして平和安保法制というような形で、進んできておりますが、その中で特に安倍政権においてはですね、第一次安倍政権で出されていました価値観を共有する、国々との価値観外交であったり、それから第二次安倍政権になりまして、地球儀を俯瞰する、外交と積極的平和主義というふうに言われております。先週の安倍総理の国会での、所信表明演説の中にもですね、この地球儀を俯瞰する外交ということの意義についてはしっかりと述べられたと思いますけれども、そうした中で、日本の役割というものも国際社会において非常に今、期待をされているところがあります。で、そうした中で、研究所といたしましては、こういった現状をですね、きちっと整理をしながら、今後の、国際安全保障政策、特に海洋の安全保障政策について、前提になるような考え方を掲げております。古典的なシーパワー論というのは、これも皆さんご存知かもしれませんが、その海軍力、あるいは小船体、あるいは港湾の施設などの総合的な能力というものを、ベースにした考え方から、近年はですね、やはりこの平時からのプレゼンス、先ほど河野前統幕長からの話もありましたように、このプレゼンスというもの、それから、新たなこの中国をはじめとした海洋進出を背景とした諸課題に対して、海洋フロントラインとした対応というものを考えなきゃいけないということになっているということであります。で、日本の海洋安全保障政策ということで、海洋政策ということを考えますと、我が国のですね、総合的な海洋政策推進のために海洋基本法というものを制定しておりまして、そのロゴに基づいてですね、毎年5年ごとにですね、5年ごとに海洋基本計画を策定しております。今日本日ご来場いただいている金原先生はですね、金原先生の方ですけれども、この海洋基本計画の策定に関わっていらしておりまして、特にこの海洋安全保障についての重要性というのを、この現行の第三次海洋基本計画では非常に重きを置いてやられているのが、日本政府の日本の政策としてのになっています。で、自由で開かれたインド太平洋ということで、英語でフリーエンドオープンインドパシフィックという FOIP FOIP と今言ってるんですけれども、これがまさに安倍政権における地球儀を俯瞰する外交ということで、積極的平和主義の一環ということであります。で、その中でですね、よくこれは私もよくアジアあるいは中国で講演したりとか講義をするときにするとですね、これは一体一帯一路とどう関係がするのか必ず聞かれます。で、この多くの場合、この中国との関係が実はこの FOIP のベースにあるんではないかということでありますが、当初の中ではもちろん先ほどもちょっとお話があったように、日米豪印のクワッドと言われている、4カ国の枠組みということと中国といった関係というのは当然前提にあったというところもあると思いますが、最近はですね、このクワッドを中心枠組みとしているものからもっとより幅広くですね、多国間協調も念頭に置いているという流れにあるのではないかと思っております。先週の安倍総理の国会所信表明演説の中にありましたように、このクワッドプラスですね、イギリスであったりフランスというところも入れた形でのこのFOIPに関する重要性ということを述べられておりまして、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、先般から日本とフランスの間では海洋の戦略対話ということも始めて、佐々木和財団海洋政策研究所としても、実は支援をしているところの一つでありますが、そういった、クワッドをベースにしながらも、他の同盟国ですね、あるいは意思を一緒にするようなそのヨーロッパの国々とも、これを広げていくというのが最近
では見られる傾向だろうと思っています。まあ、今後の展開といたしましてはですね、この国際秩序形成を主導する理念として、まあ、自由主義的な世界中につけるということで、よりですね、海洋の自由という普遍的な海洋ガバナンスというものを、世界で同時期のコミットメントにおける大きなインセンティブにするということであると思います。で、自由で開かれた、インド太平洋というものを我々研究所の方ではブルーインフィニティループと捉えて、新たな視点からの海洋、安全保障への昇華という形で取り組んでいるところでございます。で、最後にですね、この新たな海洋安全保障の展開ということで、これは海を守る新たな国際秩序の創出、ブルーインフィニティループということを我々は今授業に研究の課題として挙げておりまして、これは今までですね、2015年から17年度にユーラシアのブルーベルトの安全保障とシーパワーというプロジェクトをやってきました。で、それにですね、新たにこの他のシーレーンですね、今日ちょっと先ほど東幕長からもお話がありましたように、この我が国に重要な全てのシーレーンをですね、包括するような形で、研究していくということで、このブルーインフィニティループというふうに言っております。特に最近はですね、北極海航路というものが現実化してきました。ですので、まあ、こうして見ていただくとですね、ロシアの沖にある北極海航路、それからアメリカ、カナダの北側にある北極海、この2つをですね、加えるとこういう形で、まあ、ループになっておりまして、その2つをですね、支えるベースになるのがこのインド太平洋地域ということでございます。先週、2週間前にですね、実は我々研究所の方も、ワシントンのウィルソンセンターと一緒に簡単というかクローズのワークショップを、まあ、勉強会をしたんですけれども、その時はテーマがですね、北極海航路、あるいは北極海の時代における、まあ、我々その日米の協力の関係ということで、まさにこうした新しい、これは地球、まあ、気候変動と地球温暖化において、日々ですね、北極の氷が溶けていて、そして実際にはもう北極海航路というものが開かれていますので、それに対してそれを加えた時に新たな、このシーレーン、あるいは、ということに関しての、我々の日米の新たな協力の関係というものが、あるいは国際社会との協力というものが求められてきているということでございます。ですから我々はこうした新たなこのブルーインフィニティループということで、全体のシーレーンを包括する、その中で我が国の役割というのは一体何にあるかというようなことを新たな研究課題として取り組んでいるところでございます。もう時間になりましたので、まあ、簡単ではございますが、我々の問題意識と、それから県内の置かれている、まあ、特に北極海航路を加えたような、こういった大きなシーレーンの新たな展開ということで、簡単にお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。